おはようございます。昨日からマニラに来てですね、東京で知り合った友達のチャールズ君の家に泊めさせてもらってます。で、東京で話してる時からまあそうだろうなとは思ってたんですけど、この貧富の差が激しいフィリピンにおいて、まあ彼は富の方なんですよね。で、彼の家はもう本当に体育館かっていうくらいでかい家でですね、チャールズがずっと外に出てるんで、妹さんと、あとお父さんお母さんとで生活してる、まあ3人で生活してるんですけど、部屋は20個くらいあって、車は4台あって、家政婦が8人いると。まあとにかく富の生活を楽しませてもらってます。で、まあなんだろう、ここに来て、本当に悔やまれる僕の英語力。まあ静かです。まあ当然ですけど、こうみんな英語とか中国語とか、彼は華僑なんですよね。フィリピンで生まれ育った中国人なんで、中国語とか、あと妹さんはスパニッシュ、スペイン語が喋れたりとか、まあ4つ5つくらいの言語がね、家族全員みんな当たり前に、もちろんフィリピンの言語も喋れるんですよ。で、4つだ、だいたい中国語と英語とフィリピンのタガログ語がごっちゃ混ぜになりながら喋るんですね。で、まあ僕に喋ってくれるときはもちろん英語で全部喋ってくれるんだけど、まあ静か。恥ずかしいくらい静かですね、僕。まあコミュニケーションはそれなりにね、喋れるんで取れるんですけど、面白いことも言わないし、気の利いたことも言わないし、こう喋り倒して夢を語ったりもしないと。Mm-hmm. What did you have? You want the real thing, you got it! Put the cushion. Before the furniture store. I'm in Chinatown, but it's really amazing. It's not a Japanese place to come alone.僕の後ろにすごい消防車止まってるなと思ったら、ボランティアの消防車らしい。これでチャイナタウンを守ってるそうです。わあ、I don't know. So sometimes they say there's just like a cat that comes out. So I guess this is more expensive than the ones outside.彼の親戚がやってる家具屋さんの倉庫ツアー。馴染みのレストランに連れてってくれるそうなんで、そこに向かっています。まあそれにしてもマニラはすごい暑い。マニラっていうかフィリピンは全部暑い。まあここまで深いマニラだと危険な感じは全然しないけど、どこ歩いてるかは全然わかんない。道失ったらもう絶対僕ここから出れないって感じですね。まあとにかくたくさんのものが、マニラにしては安い値段で売ってるらしいけど、多分日本で買った方が全部安い。If you want to see a rat, sit there.
マニラで働く美女です。沙織ちゃん、1年くらい前まではね、秋田から出てきただったんですけど、気づけばめっちゃ美人になってる。どうですか、マニラ生活。なんかね、もうちょっと飽きてきてるらしい。